創設者のサイードアフマルハーン・ビクトリアモン、アリーガルムスリム大学とは、インドの公立大学。アリーガルムスリム大学のメインキャンパスは、ウッタルプラデーシュ州のアリーガル市にあり、キャンパスの敷地面積は467.6ヘクタールを超える。インド近現代史において、インド人ムスリムの民族運動に重要な役割を果たし、インド国内のイスラム文化復興に貢献した。 様々な専攻を有する総合大学であり、伝統教育から現代教育にわたる300以上のコースを設けている。とりわけ、アフリカ、西アジア、東南アジアなどから留学生が訪れる国際的な名門で、インドが国家重要研究拠点と定める INI リストにも入っている。1875年、サイード・アフマド・ハーンによって創設された。当時のは、 ムハマダン・アングロ・オリエンタル・カレッジであった。1920年、アリーガル・ムスリム大学として認められた。2014年のタイムズ・ファイヤー・エデュケーションのアジアランキングではインド国内3位となっており、政治家、芸術家などで活躍しているインド人・ムスリムには同大学の出身者が多く見られる。アリーガル・ムスリム大学はすべてのカースと、心情、宗教、ジェンダーから、 優秀な人材を輩出することを掲げている。一方、大学付属図書館は設備上の問題があり、女子学生が利用できない状態となっている。また、アリーガルムスリム大学はインドの文学作品や映画作品の舞台としても多く登場する。ありがとうございます。